競技の様子ワールドロボットオリンピアードは世界の若者を対象としたロボットの大会である。この大会ではレゴエデュケーションのレゴマインドストームズを使用する。初めての大会は2004年にシンガポールで開かれ、現在37カ国から1000人もの参加者がいる。この大会はレギュラーカテゴリー、カレッジカテゴリー、オープンカテゴリー、フットボールの4つのカテゴリーからなっている。 そして、レギュラーカテゴリーとオープンカテゴリーについては、小学生部門、中学生部門、高校生部門の3部門がある。13歳未満の参加者は、小学生とみなされ、13歳から16歳までの参加者は、中学生とみなされ、17歳から19歳の参加者は、高校生とみなされる。参加者は、自分の年齢総外でも競技することができるが、 参戦する年齢層の年齢より若くなければならず、その年齢層の誰かと提携する必要がある。一例を挙げると、12歳の参加者は、14歳から16歳までの人と組んでいる場合のみ、中学生のサブカテゴリーに参加できる。2004年にシンガポールで開催され、以後、毎年開催される。2008年には横浜で開催された。2018年は、 タイのチェンマイで11月16日から18日にかけてフードマターズをテーマとして開催される。ありがとうございます。